皆さんこんにちは、なるほど天です。今日は、ヤフガン2の、こちらですね、主要メンバーの、連絡先ですねのゲットの仕方をお伝えしたいと思います。あとナマコちゃんですかね、2年生でしたっけ。そうですね、ナナコちゃん、キルちゃん、リースちゃん、クロナちゃんですか。で、まず、ヒロインのナナコちゃんとキルちゃんは、こちらの、何話そっか、あれですね、お菓子をたくさんあげて、好感度をいっぱいにしていただいて、あとイベントですね。まあ、こちらにびっくりマークとか出てるとイベントなんですけども、そちらをクリアして、本日はいかがいたします？ステージで、まあサブミッションですかね、サイドミッションっていうんですか、まあ、こちらをクリアして進めていきますと、まあこのようにハートマークのシナリオまで来ますので、それで順番があるんですよね。じゃあ七子ちゃん、キルちゃんは A タイプと B タイプ、A エンドと B エンドですか、2種類あって、先にこちら、例えばナナコちゃんをクリアして進めていって、その後にこのリースちゃんですね、をクリアすると A エンドで、リースちゃんを先にこちらクリアしてから、ナナコちゃん、チェリーちゃん進めていくと B エンドなんですね。なので、まあ、ナナコちゃん、キルちゃん2周する必要があるんですけど、A と B のエンドをどちらも見ないと連絡先ゲットできないと。で、B エンドをクリアすると、必然的にクロナちゃんの連絡先はゲットできて、リスちゃんはこのままクリアして、グッドエンドになると、連絡先ゲットできると。なので、一番最短2周で全員回収できるのは、まあ、例えば、ナナコちゃんを先にクリアして、その後にリーシちゃんをクリアしてから、その後にキルちゃんをクリアする。1周目ですね。で、2周目は逆ですか。キルちゃんクリアして、リーシちゃんクリアして、ナナコちゃんクリアすると、多分全員ゲットできますね。で、こちらの、まあ、最短多分11に残り、日数11日ですけど、この状態で、1日にこの3人を同時にクリアするんですね。まあ、この、全員連絡先ゲットした後ですけど、すると、ハーレムエンドに入れるみたいです。まあ、こちらのシナリオはまた別に動画を撮りいたします。で、イベントが終わって、まあ、次のこういう、サイドシナリオ、ステージが出てこないときは一旦ですね、自宅に戻って、お休みして、次に進むと。まあ、なので、こちらもそうですね。A エンドを目指す場合は、ナマコちゃんクリアして、一旦自宅に帰ってお休みして、その次に D ちゃんをクリアして、また一回休んで、次の日にチルちゃんとか、そういう流れですかね。だから、なるべく同日にこのハートマークでクリアしない方がいいと思います。はい、よかったら皆さんもフルコンプリートですね。目指して頑張ってください。ということで、今回の動画、以上となります。あ、最後にあれですかね。D エンド確定するのは確か、クロナちゃんがリターンズの3回目戦った後ですかね、多分。になりますので、よろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。